は。今日はね、こいつなんですけどね、コンビニターで見つけたんですけど、ダースミルクドリンク。これ絶対美味しいですよね。今度ね、絶対美味しいですよ。絶対美味しいと思ったから買ってきたんですよ。だってあれダースのドリンクですよ。美味しいチョコレートね、絶対うまいですよこれ。袋飛ばね。絶対美味しいんすよ。絶対これ美味しいですよ。じゃあね、飲んでみますよ。あ、ね、絶対まずいわけがない。ではいただきます。うまい。飲む前に言っちゃった。いただきます。あ、これめっちゃうまい。これやうまいよ。これめっちゃうまいわ。これやっぱりうまいよ。これね、思った通り。あのね、味はね、ダースね、一般的な赤いダースを溶かして、まあ、牛乳入れてちょうどよくして冷やした感じ。超うめえこれ。あー、うめえ。ちょうどいいね、甘さが。あー、うめえ。今俺ダイエットしてんだけどな。ね、今ダイエットしてるんですけどね、太りすぎたから。でもね、しょうがないんですよ。動画のためですから。別にね、飲みたくて飲んでるわけじゃないんですよね。動画のために飲んでる。仕方なく。ただ飲みたかっただけじゃないですよ。動画のためですから。別に飲まなかったら飲まなくていいんですからね。でもね、こればっかりはね、しょうがないんですよ。うん、動画のためですからね。仕方ないわ。ね、開けちゃったら全部飲むしかないもんな。うん。もうないか。あ、そうそう、ダース、ちょっとしたね、僕の思い出があるんですよ。あれはね、幼稚園の頃ですかね、まあ、ダースを買ってもらってね、で、まあ、ダース、テレビの CM で12個だからダースですみたいなね、あったんですけどね、まあ、1ダース12個なんでね、まあ、ダースなんですけどね、名前が。でね、その幼稚園の時にね、本当に12個あるのかなと思ってね、数えたんですよね。そしたらね、なんとね、16個あったんですよ。でね、これをね、確かね、兄に言ったんですよ。16個あったって。そしたらね、数え間違いだよって言われてね、僕はね、そんなことないと思うんですよ。16個あったんですよ。数え間違えますか。確かそのね、16個あった次に数えたら13個ぐらいあったんですよね。いやー、これはね、多分作る過程で多めに入っちゃったんじゃないかなっていうね。で、数え間違いじゃないと思うんですけどね。幼稚園の時にね、10から先を数えられなかったってことはね、多分ないんですけどね。はい、まあそんなね、思い出がね、ダースには僕あるんですけどね。はい、本日はね、こちら期間限定のね、ダースミルクドリンクをね、仕方なくね、もう動画のためにね、仕方なく飲みました。はい、美味しいですね。美味しかったな。あとね、7本ぐらい買ってこようかな。それではさようなら。